連大寺は、岡山県倉敷市小島にある新言、総王室派の寺で、別格本山。三号は、床山。本尊は十一面観音菩薩、湯賀大言元。中国三十三観音霊場第六番札所。百八観音霊場第八番札所。天平十年両期が本尊である十一面観音菩薩と、阿弥陀如来。 薬師如来の衰弱である湯河大権現を祀って創建したのが始まりと伝えられる。平安時代末陛下にあって衰退したが、室町時代に入り増運僧造によって中興された。江戸時代には備前国岡山藩の保護を受けた。古くから湯河大権現は信仰を集めてきたが、明治初年の神仏分離に伴い、連大寺境内から湯河神社が作られ、分けられた。 第二次世界大戦後の国家浸透解体により、形式的には分離したままながら、装飾が本殿で祈祷を行う当時実情明治、以前の形態に服し、連大寺により、両者が一体的に運営されていた。このため、床神社としての宗教法人資格は一応保持し、神職も配置していたが、事実上休眠状態に近かった。平成9年3月3日、床神社が、 宗教法人としての独自活動を開始した。これ以降、連大寺と床神社は対立関係となるが、床神社が独自の宗教活動を開始した経緯は不明である。床山の床大権限とさぬき国にあった、コンピラ大権限を参る両参りと呼ばれる慣習が、江戸時代にはあったという、役除けの権限様とて信仰を集めている。 平成19年総高7メートル59センチメートルの日本一の木造仏像の不動明王が完成した。床山人道は門前町が形成されており、アンコロ餅が名物となっている。ありがとうございます。